はい、レオンチャンネルです。スクラッチ装填デラックスひなわ大大 DJ 銃が発売されましたので、早速開封していきましょう。スクラッチ装填デラックスひなわ大大 DJ 銃ってこれ長いですよね名前が勝どきアームズの専用武器らしいんですけど、無双セイバーとソニックアローときて最強の武器ってことなんですかね。最後の武器にしてはちょっと発売が早いような気がします。とりあえずは開けていきましょう。スクラッチ装填デラックスひなわ大大 DJ 銃を開けます。あ、ちなみに価格は5775円が4620円でした。箱は結構大きいですね。お、ゴージャス。横にも勝どき。このデザインすごいですよね。一つ気になったのは、ひなわ銃のはずなのにマシンガン攻撃ザザザザザって書いてあるんですね。ひなわ銃でマシンガン遊びができるらしいです。それすごいですよね。はい、出します。中はこんな感じ。説明書を取れば、わー、大きい大きい。これは巨大ですよ。あ、すごっ。あー、なんかちゃんとひなわ銃っぽくなってますね。はい、これはかっこいい。案外軽いですね。はー、ソニックアローとか無双セイバーと長さは同じぐらい。ただ結構幅がありますから大きく見えます。ただこう触った感じは変形ギミックはなさそうですね。 DJ 銃ですから、ここをスクラッチして遊ぶと、ここにもスイッチがあります。そして箱を見ると、無双セイバーをセットしてモードチェンジするっぽい感じですね。ということはこの DJ 銃は基本的には銃モードで遊んで、無双セイバーを持っていれば体験モードで遊べるんですね。これは無双セーバーを買わないと楽しみが減っちゃいそうですね。とりあえず少しだけ音声遊びしましょう。はい、電池を入れました。電源オン。おースピーカーここですね。音量も大きい。ここのトリガーを引きます。で、ここをスクラッチすると、おーおーおお音声が派手。あー、よくわかんないです。なんか派手な音声が鳴り続けます。あ、操作がわかんない。電源オフ。とりあえずはこうノリノリでスクラッチしながら銃で遊ぶ武器っぽいですね。よく見たらここがオレンジになってるんですね。可愛いですよね。これロックシートをはめる場所がありますから、あえてレモンエナジーをセットしてみましょう。ちゃんとはまりました。ロック。派手派手、すごいですね。とりあえずなんかルパッチマジックタッチゴー的なノリノリの音声が鳴りました。ただこの DJ 銃はテレビ本編ではまだ登場してませんので、テレビ本編で登場しましたらレビュー動画をアップします。以上、スクラッチ装填デラックスひなわ大大 DJ 銃の紹介でした。